多分ね、大体みんなが思ってくる 人は大体みんな祝ってくれてると思います。まあクロノアの話はさ、まあ3周年がもうすぐですから、今話すとね、あのまたね3周年の時に話すことがどんどんなくなっちゃうのでね、プライベートだとすげえいろいろ話すんだけど、やっぱ配信中だとね、こうプライベートで話しすぎて、そういうのなんか話とかを配信で改まって言う話と別に配信で改まって言う話でもないかみたいなものを結構あって、裏ですげえ話すけど配信だと何喋ろうねみたいになる時とかある。気が楽よ。でもクズハはそれぐらいでいい。あれはもうクズハはもうあれはもうなんだろう、こうビジネスパートナーとかではないから、普通に友達だから、そういう配信を気にしすぎて、まあ配信を気にするのももちろん大事だけど、配信気にしすぎてもうプライベートでも楽しく話せないくなるぐらいだったらもうそれぐらいでいいかなって。それぐらいがいいよ。疲れちゃうじゃん、話さなきゃってなっちゃうから。もう通話つないで30分無言で思ったことあったら言うぐらいでいいぐらい。そうなのね、普通に仲良くて普通に電話したりする、最近ちょこちょこだけど、言ってもなんか LINE でさ、これどうみたいな、これ何電話かけていい OK で話して、じゃあ僕配信行くから切るわみたいな、そういうぐらいの温度感だからな。まあ付き合い長いし、いろいろ話してるとね、もうお互いいろいろ知ってるから、その気心というかそうなっちゃうなって思います。もちろん配信でこれやりたいって言ったら2人でそれ向かってやったりとかして、その時のことを話したりしようぜ、配信で話したりしようぜとかももちろんある。そんな感じよ、もう長いとね付き合い。だからまあまたね3周年の時に話すよ、いろいろ。